東京渋谷に設置された大型の電光掲示板でハングル広報映像が1ヶ月間、上映される。京韓国文化財庁と韓国文化財財団は、村新女子大学のソギン・ドク教授と共に都内の繁華街でハングル映像を流すと明らかにした。約30秒の映像は、渋谷の大型電光掲示板を通して1ヶ月の間上映される予定だ。この映像には王国籍の出演者が登場し、 韓国の文化遺産が描かれたカードでハングルを学ぶシーンが登場。また、全世界にブームを巻き起こしたネットフリックスオリジナルシリーズイカゲームを連想させるハングル文字を使用するなど、様々な方法でハングルを PR するという。なお、今回のハングル広報映像は米ニューヨークでの韓服を皮切りに A ロンドンでの韓食、タイバンコクでの韓屋に続き、4番目の文化遺産広報映像だ。